アンイーブンは、渡辺エンターテインメントに所属していたお笑いコンビ。中村は、高校入学後名もなくして、同級生と、女性二人組お笑いコンビ、春人を結成。2003年11月に春人は解散、その後中村はピン芸人として、活動を続ける。2006年2月にアンイーブンを結成、当時中村は、大学生、伊勢は、高校生だった。 当時二人とも同じアルバイト先で、そこで、伊勢に誘われての結成だった。伊勢は、当時あまりお笑いのことについては知らなかったが、良子さんが大好きということだけで相方にしてもらったという。同年10月に渡辺コメディスクールにご帰省として入学。最初は、デコボコと書いて、アンイーブンと読むコンビ名だった。音楽のライブでは、 ポニーテールズとしても活動したほか、M サイズとの歌でのユニット、ツインテールズ、メッチェン、M サイズとの3組でのお笑いユニット、デコボコ、乙女サイズ、2007年からは、コンセーソン、平野口、嵐山智博との4組5人のユニット、ポケットパンク、としても活動していた。2009年3月末に解散を発表。2009年3月31日に、 朝ヶ谷ドラムで行われた、マサシンライブボリューム92、春休みスペシャルが、アンイブンとしての最後の出演。2009年4月29日に、スタジオ TWL で行われた、お笑いプレイオフ2009、東京ラウンドにて、ユニット、ポケットパンクとして出演。二人揃っての出演は、これが最後となった。解散後しばらくは、中村がピン芸人として活動。 2009年8月頃に中村は渡辺コメディスクール同期生だった岩迷いことコンビパルフェを結成2009年9月1日のライブガールズガーデンフェスティバル2009からパルフェとして活動を開始中村は2011年1月26日のパルフェ解散後は現在に至るまでピン芸人として活動コント漫才ともに演じていた あーん、イーブンです。ブンブン。という挨拶があった。伊勢は以前はゴスロリ風の衣装で出演することが多かった。女の子同士の会話帳の振りから様々な展開に広がっていくというネタなどがあった。中村が乗り突っ込みや体当たり的なツッコミを見せることがあった。また、お互いの胸の大きさの話をネタ中に入れることもあった。 キングオブコント2008では、TATU の曲を使い、TATU のキャラに噴してのネタを披露し、2回戦まで、進出。伊勢久野フェイスブック、伊勢久野さんの自己紹介、ハットエビアザブダイ出版社、お笑いポポロ2007年2月号でのインタビューより、ABC、ビックラボンの365日、芸人日記、 少女漫画の主人公になりきった一人コントを見せる、女性ピン芸人、中村良子。産経スポーツ。2017年1月7日閲覧。のげにバービーカフェ、ピンクホリデー県内に店舗目のオフィシャル認定店。横浜経済新聞。2015年9月29日閲覧。記者の一押し、横浜のバービーカフェ、ピンクホリデー。産経新聞。 2015年9月29日閲覧。なお同点は、ニュースエブリー、週一昼なんです。にて取材を受け、伊勢自身も出演している。ニュースエブリー、2015年4月20日。グーテレビ。2015年9月29日閲覧。TV 出た倉。2015年9月27日。放送7時30分9時55分日本テレビ、週一 ワイヤーアクション。2015年9月29日閲覧。ヒルナンデス。2016年6月15日放送会。グーテレビ。2016年10月17日閲覧。伊勢久のフェイスブック2016年8月4日。伊勢久のツイッター2016年5月19日。ザ・フレッシュメン。高島音楽事務所。2016年10月17日閲覧。 春人、魔法の、アイランド。2014年12月26日閲覧。ハットより、芸人名鑑アニーブン、ナッポデコボコ、乙女サイズ。メガネかけたりかけなかったりブログ。2014年12月26日閲覧。お笑いユニット、ポケットパンク、公式ホームページ、デコボコのホームページ、4月29日、お笑いプレイオフ2009、東京ラウンド。 魔法のアイランド。2014年12月26日閲覧。新コンビ、パルフェ。中村、良子の座挑戦。2014年12月26日閲覧。最終回トークライブサバり大谷日記。2014年12月26日閲覧。キングオブコント2008、8、15東京予選2回戦。ラフォーレミュージアム。 六本木突撃レポート。キングオブコント2008オフィシャルサイト。2015年9月30日閲覧。ありがとうございます。